な予行なのにあいつ何してんのよ。ごめんごめん。ああ来た。ねなんで？ごめんって。付き合って初めての旅行だよ。いやいろいろ手間取っちゃってさ。これから沖縄行くんだよ。だからごめんって。なんでもう日焼けしてんの？え？いやだってさ仕事はオフィスワークだし、っていうか先週会った時全然焼けてなかったよね。ああ。さっきは沖縄いたんだ。何してんの？は？え、何？え、これから沖縄行くんだよ。そうだよ、うん、だからさやかちゃんに一番楽しんでもらうために下見してきた。バカなの？は？え、じゃあ何？二人で行こうねって約束してきたところに今までずっと一週間かけて回ってきて、え、何やってきたってこと？そうだよ、一週間かけて。楽しんでんじゃん。すげえ楽しんでんじゃんお前。え、ね、こっから2泊3日なんておまけじゃん。だからこんな荷物多いんだ。これさやかちゃんの分だよ。は？チンスコをベリーモタルとサーターアンダーギー。お土産買ってんじゃねえよ。っていうかさ、お土産買うんだったら私ここのこれがいいって言ってたよね。ああ、これ美味しくなかったよ。ふざけんなバーカ。え、だって失敗したくないでしょ。いやもう失敗ならずーっとしてる。あーってか服まで買ってんじゃん。これいいでしょ、ヤフオクで買った。もう現地で買えよ。え、そういうのはさ、二人でさ、テンション上がって現地でうっかり買っちゃって、でも結局外で2回ぐらい来たけど、ヤギになっちゃったよね。までが楽しいやつでしょ。そんな怒んないでよ。怒るよ、そりゃ。いや、俺この旅行失敗しないためにネットでいろいろ調べてきたんだって。だからそれがありがたいんだけど、方法がさ。まずこれが、国際通りの写真、チラミ水族館、姫美濃とバンタモン。来たんだ、来たんだ、思い出に。でもこれすごいよ。何これ。2人の写真にアプリで首里城を合成しといた。うまい、旅行向いてねえな。何もう最悪だよ、もう旅行も行かない。分かる？え、やだよ、別れたくないよ。だって何も楽しくないんだもん、こんなの。じゃあチンスコあげるから。だからいらないって。ベニーモタルトあげる。いらない。サーターダギあげる。いらない。じゃあお小遣いあげる。いる。それはいる。よかった。じゃあ飛行機も近いから早く行くよ。あ、ちょっと待って。何？お詫びにこれ飛行機の中に楽しんでよ。何なの今度は。沖縄をリアルに感じる VR。 もう喋んだ。どうもありがとうございました。